テントワーク登山ではできるだけ装備の軽量化をして快適な登山を楽しむようにしています。登山装備の軽量化を行うことで体への負担を軽減し、安全に登山を楽しむことができるメリットがあります。今回は7月に白馬三山の縦走登山で持ち歩いた装備リストを紹介します。こんにちは、山旅旅チャンネルです。テントワーク装備の軽量化で重視していること、またテント泊の装備でどんなものを使っているかというのをこれから紹介していきたいと思います。まずテントワーク装備の軽量化で重視していることですけれども、装備の軽量化をすることで安全性と快適性が失われないように注意しています。例えばシュラフやテントマットを軽量化して寒くて寝ることができないとか、お湯を使うだけの食事に限定されるとか、そのようなことがない上で軽量化を行うことを重視しています。紹介する装備重量、ちょうど動画の左側に映っているこちらの方のカテゴリーがテント泊の登山装備リストです。ここがクッカー、あとは燃料の装備リスト、真ん中から右側、右上、この辺が必須装備リストという大きく3つのカテゴリーに分けて紹介していきたいと思います。結論の部分からお話しすると、テント泊登山装備のリストが合計で 2370g、 クッカー燃料装備リストで 334g、 この必須装備リストに関しては 2623g で、合計約 5.3kg の装備リストです。水と行動食と食材を省いているので、これら追加してもおよそ 7kg8キロぐらいの装備重量というイメージになっています。テントワークの登山装備リストの方から紹介していきます。装備重量を先ほどお話した通り 2370g の内訳です。まずテントです。テントはヘリテージのクロスオーバードーム 2G 630g です。このテントポールと本体を合わせています。本体はもともとついていたスタッフバッグ、このスタッフバッグを使わずにこのドライバッグに入れてます。理由についてはまた後ほどお話しします。続いてペグに関しては、中にはボウンドレスボヤージュと呼ばれる中華製だと思うんですけれども、ポイントステークを8本、あとはネイルペグ、フリーライトのネイルペグ、まずこのポイントステークと呼ばれるものが合計で 48g、 フリーライトのネイルペグが 9g です。ペグについてもちょっとまた後ほど紹介していきます。続いてグラウンドシートです。テントの下に敷くグラウンドシートはタイベックスのシルバーを使っています。この中にこういう形でタイベックスのシルバーです。これはアマゾンで購入しました。これが 118g です。タイベックスのシルバーに関しては必ず土で汚れるので、そのまんまザックに入れると他のものが汚れてしまうので、このような自作の100均で購入してきた、これをダクトテープとかで貼り合わせたものをこのような形で、まあ、ビニールとかでもいいんですけど、ビニール破けがちなのでこのようなものに入れてしまうようにしています。これがグラウンドシートです。続いてテントマット。テントマットはこの山旅の UL テントマット120センチにカットして使っています。120センチにカットした状態で 97g です。もともとは山旅の UL テントマット180センチと200センチで販売されているんですけれども、200センチのものを購入して120センチにカットしています。でカットしたものが80センチ余るんですけれども、このような座布団を自作で作って持っていっています。この使い方に関してはまた後ほど紹介します。97g のテントマットとこの座布団が 24g です。続いてテントマットの次はシュラフです。シュラフは C2 サミットのスパーク SP1 を使っています。これが 350g です。ドライバッグ抜きの重量になっています。この中にエマージェンシーシート SOL のエスケープライト BB156g も一緒に入れています。
この辺の理由についてはまた後ほど紹介します。続いて枕は山旅のキューベンリバーシブルスタッフバックピロー 28g です。この中に着替え類を入れているんですけれども、タイツ、ロングスリーブの T シャツ、ソックスなんかを入れて持ち歩いて、で天場に着いたらそれらに着替えて行動着を入れて枕代わりにするというような使い方です。これ単体で 28g で、着替え類はいつもだいたい300から 400g ぐらいになる計算で考えています。続いてサンダル、これは、リルツアーとかって書いてますけれども、ノーブランドですね。ノーブランド品で、これもアマゾンで購入しました。120g です。でこのサンダルの良さはこんな風に折りたためるものになっていて、こんな感じで折りたためます。でこれは重量が 120g で、これで片方で 60g なんですけれども、もっと軽い合わせて 100g を切るようなサンダルが100均とかで売ってるんですけれども、100均のサンダルはですね、この底の部分のゴム厚とこの伸縮率がやっぱり弱くて、岩場とか石とかの上を歩くと足裏が結構痛くなって怪我するなんていう話もよく聞きます。紹介しているこのサンダルは結構岩とか石の上歩いても痛くなりづらくて、結構尖ったものだとやっぱりちょっと痛いんですけれども、テント場で、足をくつろがせるために使うものとしては非常に便利で、こういった形でコンパクトにもなるので僕はこれを使っています。テント場だけじゃなくて高速バスとかで山に移動するときなんかにもこのサンダルは使えるので、とてもおすすめです。続いてダウンジャケットとダウンパンツです。ダウンジャケットはアークテリクスのセリウム SL フーディ 210g、 ダウンパンツはマウンテンイクイプメントのパウダーパンツ、このドライバッグに関しては重量が 20g です。ドライバッグ、山旅のドライバッグ を使っています。 20g、 あとはこのテントを入れているのも M サイズ 20g で、シラフとエマージェンシーシートを入れているドライバッグに関しては M サイズを使っています。 20g、20g、L サイズが 25g というものになっています。テント泊装備の軽量化をする上でのポイントについて紹介していきます。今お話したダウンジャケットとダウンパンツ、あとダウンシュラフ、ダウンなので濡れると使い物にならなくなるのでドライバッグに入れています。あと結露で濡れたテントによって他のものが濡れてしまわないようにテントもドライバッグに入れています。ドライバッグに収納することは付属の小さなこういったスタッフバッグですね、ダウンジャケット、ダウンパンツ、テントという形のスタッフバッグですけれども、こういったスタッフバッグって結構ぎゅうぎゅうに入れないと、閉めることができなかったりするんですけれども、今回紹介しているこのドライバッグは、コンパクト性能は若干劣るとは思うんですけれども、やっぱりすんなりと物を入れて収納することができる、なので撤収を早くできるということと準備も早くできるというメリット、かつ濡れる心配がないという部分においてドライバッグはとても便利な道具なんではないかなというふうに思います。続いて枕です。この枕、スタッフバッグがリバーシブルになっていて、このように裏返すとフリース地が出てきて枕として使用できます。で、この中に着ていた行動着、汗で濡れた行動着なんかを入れてもジッパーで締めて、このジッパー側がテントマット側にこういう形で寝ることになるので匂いはほとんど気にならないです。このフリース地の裏側にもこのようにダイニーマの生地が貼り合わせてあるので匂いはほとんど気になりません。もしやっぱり匂い気になるっていう場合はレインウェアを入れたりとか、
持っているこういったフリースのウェアを入れたりとかするのも、アイデアとしてあると思います。枕に関してはこのような、一石二鳥アイテムを使っています。テントマットはこのような UL テントマット200センチを自分の上半身の長さにカットしています。今回これ120センチなんですけれども、130、140、150というふうに自分の好きな長さに切って使うことができます。カットするのは熱したナイフというかカッターですね。カッターでスーッと簡単に切ることができるので、長さを切って余ったものは座布団に使ったりとかいろんな使い方で切るので、200センチのものを購入して、その他の余った80センチを、いろんな使い方を考えるという意味でとても面白いギアの一つではないかなというふうに思います。続いて2種類のペグです。2種類のペグの話先ほどしたと思うんですけれども、ネイルペグと呼ばれる、これフリーライトという日本のブランドがありまして、こちらがネイルペグです。これは硬い岩盤にも穴を開けてしまうほどに丈夫なんですけれども、これで穴を一度開けてこのような細いペグでその穴を使ってテントを固定するというような使い方をしています。ペグもやっぱり重いもの 10g ぐらいのものから 6g とか 7g とかに落とすと 3g かける8本で 21g とか 30g ぐらいは軽量化できるので、ペグなんかも軽量化の装備の一つとして検討されることをお勧めします。でこれはペグを土についたペグをザックの中に入れると土汚れしてしまうので、このようなダイニマ製のスタッフバッグに入れています。これもヤマタビで販売しています。今まで紹介したこれらの装備に関しては全て概要欄の方でリンクを貼ってますので、気になる方ぜひご覧ください。Amazon へのリンクと、あとはヤマタビというこういったブランドに関しては購入ページのリンクを貼っておきますので確認してみてください。続いて クッカ燃料装備リストになります。こちらが使用しているクッカーです。今回どのような料理を作ろうかなということを考えて、結果として大豆ミートを使った唐揚げと、あとはカレーパウダーでカレーを作って、アルファ米、あとはインドのおし米というのがあるんですけれども、それをお米ライスに戻してカレーをかけて食べました。いろいろな料理ができるクッカーになってまして、燃料は固形燃料を使っています。装備の重量合計は 334g です。この中身について紹介していきます。クッカートランギアミニセット TR289、 トランギアのミニセットの中身ですけれども、この蓋兼フライパン、あとそれらを持つための道具と本体、この本体、この3点セットがトランギアのミニセットと呼ばれるものです。これが 175g です。で続いて五徳はエスビットのチタニウムストーブ 15g です。で燃料、エスビットの固形燃料 14g のものを3つ、固形燃料ミリタリーです。このようにブリスターバッグと呼ばれる水に濡れないようなものにしっかり入っているものを僕は使っています。1日目の晩ご飯、あとは朝ご飯で予備に1つということで3つ持ち歩いています。この固形燃料3つで 42g。 ビッグのミニライター 10g です。スノーピークのチタン先割れスプーン 16g です。あとはこれ以外にコンビニでもらったお箸なんかも使ってます。大体 5g ぐらいです。マグカップはウィルドのホールダーカップ、あとはお椀、お皿代わりとして使っているのがウィルドのビッグの方です。ウィルドのホールダーカップが 25g、 ビッグの方が 46g です。クッカー燃料の軽量化のポイントについて続いてお話ししていきます。今回固形燃料を使っているという件紹介しましたけれども、寒い場所でもしっかり燃焼して
お湯を沸かしたり炒め物をするのには僕は固形燃料とても適しているものだと思っています。また軽量化にもインパクトを及ぼすのが固形燃料だと思っています。アルコールストーブとガスストーブに関してはアルコールストーブは風に弱いという点、ガスストーブはやっぱり重さがあるために僕は軽量化というところにおいても普段普通に登山するとき日帰り登山とかで特に軽量化別に意識しないときとかでもやっぱ固形燃料に手が伸びるかなというふうに思っています。とてもおすすめです。続いてライターです。僕が調べた上では最も軽かったのがビッグのミニライターで 10g です。ライターは大きく分けて電子式とフリント式というこの2種類があるんですけれども、高所でかつ低温下において点火できなくなる可能性があるのが電子式なんですね。登山ではこの電子式は使わないようにしています。電子式カチンカチンという音がして火がつくタイプで、これはフリント式とこういうこんな感じでカチンカチンというよりかはシャッシャッシャッとこう点火させるタイプです。でライターのガスの残量の調べ方、こういったガスって中にどれくらい容量が入ってるかって分かりづらいかもしれないんですけれども、ライターのガスの残量を調べるときに強い明かりをこのように照らすと液体が見えますかね。ライターの中にどれくらい液体があるかっていうことが分かるんですね。でこれで強い光に当てて中の液体がどれくらい入ってるのか、今これ実際にフルの状態からそうだな4分の1ぐらいになっちゃってるんですけれども、これがもう本当に底をついてるような状態だったらライター変えて、持っていくようにしています。で今紹介したクッカーのクッカーとクッカー周りのこういったカトラリーとかなんですけれども、このミニトランギアセットの中に結構上手にスタッキングすることができます。こんな感じでライター入れて、これで、あ、で風防はこれ実際に自分でアルミの板を買ってきて自作しました。こんな感じで入れることができます。で先割れスプーンちょっと長いんですけれども、僕はこの使い心地が良くて中に入れることができないんですけど、お好きでこれを使っています。折りたたみすることができるものとかだったら中にしまうことができますので、全てスタッキングして持ち歩きたい方は折りたたみもおすすめです。チンとちょっと大きな音がしましたけれども、こうすると蓋が外れないようになっているので、特にこのクッカー用のスタッフバッグを準備する必要もなくて、そのまんまザックの中に放り込めます。このようなセットで、料理を作っています。続いて必須装備リストを紹介していきます。必須装備リストに関してはテント泊装備だけでなく普段の登山でも持ち歩いているものです。装備重量は 2623g です。まずヘッドライト、ヘッドライトはレッドレンザ MH5 94g です。こんな風に前のダイヤルを回すだけで照射範囲が変えれたりとか明かりの調整ができたりということでこれを使っています。ランタン、ヘキサーの UL3 です。これはまだお店とかインターネットでも購入できない、まだ販売する前の試作段階のアイテムです。今回初めてこの YouTube で紹介することになると思います。このヘキサーの UL3 に関しては僕のサイト山旅旅でも少し開発に携わらせていただいているものになっていて、軽量化とともに使い勝手の良さみたいなところに関しても注力しているランタンです。ボタンが2つあるブラックダイヤモンドのヘッドライトなんかを使った人にとっては操作性とても分かりやすいかと思うんですけれども、オンオフの切り替えが上のボタンでできるようになっています。で下のボタンでこの、電池残量が青の4つのライトですぐ分かるんですけれども、このようにオレンジと白のライト、あとは前にこれはこういう懐中電灯のような使い方もできるし、あとはオレンジだけのライトで
ちょっと雰囲気のあるライトにできたりとか、白とオレンジを組み合わせたりとか、あと上のライトと横のライトで全体を光らせる。これはあのテントの上にこう明かりをつけたりするときとかに本当にすごく明るくテント内を照らすことができます。このようにいろんな明かりが楽しめるという点と、そこが磁石になっているので登山とかだとあまり使用シーンはないかと思うんですけれども、キャンプとかだとステンレス製のものに磁石でくっつくので、磁石をつけて明かりをちょっと上の部分だったりとか固定して明かりを作ることができるという商品になっています。これで UL3 と UL4 だったと思うんですけれども、大きさが異なりまして、だいたいこれで 60g ぐらいです。まだ開発途中のものなので、正規のものが出たらまた改めて動画、あとは山旅旅のサイトなんかで紹介していきたいと思います。あとはこれ USB-C の端子なので USB-C のケーブルで充電することができます。続いてレインウェアです。レインウェアは今回紹介するのはバックライトプラスを使用しているレインウェア長期なんですけれども、両方とも合わせるとだいたい 440g ぐらいです。これはホグロフスのレインジャケットなんですけれども、パックライトプラス、ゴアテックスのパックライトプラスを使用しているレインジャケットです。まだ7月の上旬と8月の後半は山の上 2000m とか 3000m ぐらいになるとやっぱりすごく寒いので、冷たい雨に叩かれる可能性を踏まえてゴアテックス製のものを使っています。続いてレインカバー、シートサミットのウルトラシルパックカバー M サイズです。113g です。50から70リッター用なのでもっとちっちゃいものでもいいんですけれども、まあ台は小を兼ねるということで 113g のこのレインカバーを愛用しています。トレッキングポール、モンベルの UL フォールディングポール 152g です。続いてグローブ、グローブは3種類あります。まずブラックダイヤモンドのライトウェイトスクリーンタップ 38g です。これは商品名にもある通りスマホのタッチなんかをするのにすごく適したグローブで、生地そのものがスクリーンタップ専用の生地に作られていて、人差し指と親指だけにスクリーンタップがあるというものとは違う操作性、スマホをグローブをしたまま使いやすいものです。続いて防寒用のグローブ、エクストリミティーズのシニータッチグローブです。すごく寒いなというふうに感じた時用のグローブとして持ち歩いていて、寒くない場合は使用はしないんですけれども、一応予備として持ち歩いているものです。 54g です。レイングローブ、レイングローブはテムレスの03アドバンス 67g です。ファーストエイドは2種類ありまして、これがザックの中に入れとくもの用、こちらがすぐに使いたい時用という形で、ファーストエイドは2種類準備しています。すぐ使いたいものは山旅スタッフバッグ S サイズに入れています。 200g です。それ以外のものは 260g のファーストエイド、これを2種類にしています。こちらはサコッシュに入れて、こちらはザックの中に入れるというように分けています。モバイルバッテリー、モバイルバッテリー、アンカーのパワーコアエッセンシャル2万、スマホの充電が3回4回ぐらい、スマホの容量にもよるんですけれどもできる、モバイルバッテリーで、僕の場合はスマホの本体と Apple Watch を使っているので、ケーブルもそれ用のものを持ち歩いています。パワーコアのこのモバイルバッテリーが 343g、 ケーブルはこの2つ合わせて 48g です。続いて防寒着としてフリースです。ラブのアルファフラッシュ、ポラテックのアルファを使用しているフリースです。これが 222g です。サングラス、サングラスはこのように少し固めのケースに入れて持ち歩いてます。アイボルのコンロンですね、コンロン 26g です。続いてパックタオル、オリジナルのラージサイズを使っています。 59g です。ネックウォーマーはメリノウール製のものを使っていて、ネックウォーマー、厚ければしないんですけれども、これマスク代わりにもなったりするので便利です。防寒用として持ち歩いています。これで 39g です。
B に、これは行動中、例えばヘルメットをするときとかに、このビニーをしてヘルメットをするというようなことだったりとか、天場が寒かったりして、休憩中に使用したりするように持ち歩いています。これはフーディーニの、デソリハット 32g です。続いて、プラッパスの1リットルのウォーターボトル 35g です。あとはハット、サンデーアフタヌーンのウルトラアドベンチャーハットです。91g です。水筒はオスプレイのスポーツボトルを使っています。続いてボトルケースと、あとはスマホのケースをザックの前面に取り付けています。こちらがヤマタビアジャスターボトルホルダー。このようにボトルをスッとこのように入れておくことができるアイテムです。このボトルホルダーは X パックで作られているので、水、雨等に濡れても保水しないので重たくなりません。雨をしっかりと弾いてくれるものです。あとはこちらはスマホケースとして利用している X パックポケットと呼ばれるものです。スマホだけでなく行動食なんかも入れることができるものです。雨でやっぱりこういったもの濡れやすいので、濡れても保水しない X パックのものが僕は気に入って使っています。こちらはヤマタビというブランドのものを使っています。最後にサコッシュです。サコッシュはちっちゃなものから大きなものをいろいろ使うんですけれども、今回は行動食とかあと地図を入れて、使いやすいサコッシュとして大きめのものを選びました。 0g のスルーハイカーシステム、と呼ばれるもので 127g です。今回紹介したこの必須装備の軽量化のポイントですけれども、レインウェアに関しては先ほどお話ししたようにゴアテックス製のものであったりとかそうでないものを、行く登山の高所であるのか、あとはその気温がどうなのか、あとは風の強さがどうなのか等々を調べて、不安であればやはりゴアテックス製のものを選ぶようにしています。夏山であればもっと軽いものを利用しています。あとは日焼け対策を万全にするためにこのようにスクリーン付きのハット、あとは日焼け用のサンブロックスクリーンを使用しています。ハットはヘルメットとの相性が悪いのでヘルメットをかぶるときはキャップにするなどを検討するようにしています。最後にまとめになります。今回紹介した装備は必要最低限のテント泊登山装備のリストになっています。状況に応じてアイゼンやヘルメットを加えて安全な登山を心がけるようにしています。行動食と山ご飯のリストはまた別の動画で紹介していきたいと思いますので、ぜひ次の動画も楽しんで見ていただけますと幸いです。今回紹介したこれらの装備リスト、すべて概要欄の方にリストとしてまとめておきます。もっと詳しく装備のことを知りたいという方のためにリンクなども貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。